こんにちは、アツです。Hi, I'm Atsu. Today I decided to post this video in order to improve your English in general. So, 今回このビデオを投稿しようと思ったのは、皆さんの英語力を、まあ、向上させたいと思って、ビデオを投稿することにしました。で、まあ、今回3つのことを話そうと思います。で、1つ目のことは、まず私について。で、私がどういう、まあ、イングリッシュに対するこうバックグラウンドを持っているのかということで、これを知っていただいた上で、まあ、この後のその後の話を聞くかどうか決めてください。で、2つ目っていうのは、まあジェネラルにこう英語のスキルっていうのをどのように私は上げてきたかという話を簡単にしようと思います。で、3つ目は私がこれまで行っているそのコンサルティング、つまりそのイングリッシュをこう上げるための、イングリッシュのレベルを上げるためのコンサルティングのサービスについて紹介しようと思います。じゃあまず1つ目、私はまあアツって言うんですけど、現在23歳でオーストラリアの大学院に進学しておりまして、まあ今私は2年目になります。で、それ前留学経験があったのかというと、もう全くなくて、で学部も日本の大学ですし、それまでに海外行ったことっていうのもまあほとんどなかったということなんです。で、私はもう本当に英語が単に好きで、それで留学を決意して大学院でやっと海外に来ることができたというバックグラウンドを持っています。で、私は大学2年生の時、つまり2010年ですねの時に TOEIC という試験で970点を取って、で、その同じ年に英検1級を取りました。で、その翌年に TOEFL IBT っていうトフルって言われてるそのエグザムを受けまして、まあ、reading が26で、reading is 26, listening 23, and speaking was 26, and writing was 28, and I got in total 103. なので103点を取りました。で、まあ、今回このオーストラリアっていう国に、まあ、ちょっと移住しようかなっていう気持ちが少しあって、そのために IELTS というスコアを今年の2月に受けて、でその時のスコアというのが、まあ、オーバーオール、まあ、つまりトータルのスコアが9点のエグザミネーションで、リーディングは8で、リスニングは 8.5 で、まあ、ライティングはなんか何でか分かんないんですけど、まあ、6点ってちょっとあんまり高くなかったんですけど、でスピーキングが 8.5 を取ることができました。で、結構やっぱりこう留学しないと英語ってできないんじゃないか、喋れないんじゃないかって思ってる人多いと思うんですけど、全然そんなことなくて、その英語っていうのはもう私のような純ジャパでも、本当ピュアジャパニーズでもそのインプルーブすることができたので、その方法についてこれから話そうと思います。まあ、私はそういうバックグラウンドを持っている人間です。で、まあすごいいい大学に行ったとかいうわけでもないです。で、じゃあFrom this point on, I'm going to talk about like how to improve English in general. So, じゃあどうやって上げるかっていうことなんですけど、The first thing I think very important is vocabulary. So, まず第一に単語がすごい大事だと思っています。私は結局英語の勉強というものの中で、大体約 60% ぐらいっていうのは単語の勉強をやっています。まあ、高校で大学受験の勉強するときはもちろん大学受験の単語帳をやりましたし、 TOEIC だったら TOEIC の単語帳、英検だったら英検の単語帳、それから、まあ、IELTS だったら IELTS の単語帳、まあ、全ての単語帳をやって、で大体これまでだったら単語帳っていうのは6冊ぐらいやりました。で、単語っていうのはもう絶対大事なんです。っていうのは何でかっていうと、やっぱりまず単語が分からないと相手の言ってることは分からない、それから単語がないと表現できない。で、読んでても単語が分かんないと読めない。ということで、まず単語っていうのは絶対もうなきゃいけない。そして、私はその単語は最低でも10,000、つまり1万語。でもできるのであれば2万語。それからもうネイティブが知らないぐらいまで単語を覚えた方が本当に、まあ、自分のそのエクスプレッションのバリエーションっていうのが広がるので、まず単語っていうのは絶対やってほしいです。とにかく単語は大事。もうほぼ毎日単語っていうのはレビューして、もう頭に焼き付けるように。
で、まあ覚え方っていうのもいっぱいあるんですけど、まあそれはちょっと後で、まあ時間あったら紹介します。で、まあ2つ目に大事なこと。で、大事なことは3つあるんです。英語の勉強には。まず1つ目は単語です。で、2つ目は grammar。So, having a proper grammar is very important in order to speak correct English and get a good score in any kind of examination. つまり、プラパー、正しいグラマーの知識を持っていないと、正しい英語は喋れないですよね。で、もうグラマーっていうのは英語の軸になるので、その軸がやっぱりブレてくると、その上に単語をこうやって乗っけてっても、その単語がこうぐらついちゃって、結局英語っていうものが成り立たなくなっちゃう。で、それはリーディングとかリスニングとか、こう受動的なパートでも、もちろんグラマーが頭の中で成立してないと、入ってくる単語のその順番っていうのがよく理解できないし、ライティングとかスピーキングとか書き起こしたり音で出し起こすようなものでもあっても、まあ、その文法がわからないともう全くできないと。なので高校最低でも高校のグラマーっていうのは 100% 理解してアウトプットできる状況を作る。するとこのまずグラマーとボキャブラリーができると軸ができて、軸に単語を結局当てはめていって、そのコミュニケーションができる、リーディングみたいな受け取って、でスピーキングとか、まあ、ライティングで投げかける、このキャッチボールができるようになる。なのでこの2つは絶対に必要で、最後にもう一つ、この発信の能力を上げるために必要なのがスピーキングですよね。でスピーキングってに日本だったらできないんじゃないっていう人はすごい多いんです。で日本だったら話す機会がないから英語が喋れないとか、まあそれも一理あるかもしれないんですけど、僕は結構それは言い訳に過ぎないっていうふうに感じていて、なぜかというと、まあ仮に外国人が全くいないような田舎、例えばねすごい田舎の地域であったとしても、私は英語を喋る機会っていうのを作れると思うんです。例えば私はそのあまり、まあ外国人はそんなにいなかったんですよね、周りに。ただその英語をまず向上させるためにどうしてもアウトプットしないといけない。そこで普段独り言を英語で言ってました。例えば Hey, how are you going today? Well, it's pretty good. Like, I took an examination yesterday and that was, well, the reading part was sort of difficult, but I could actually manage at the end of the day. And so probably, you know, I would get about like 8 out of 9, like in IELTS examination. And well, what about the course? What about other parts? Well,As for speaking, blah 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 blah. まあこんな感じで結構今すごい適当だったんですけど、毎回毎回トピックを自分で考えてこうやっていくと、結局やっぱりスピーキングってしてるんですよ。確かに相手から来ないですよね。でも相手が来る部分ってリーディングとかリスニングとかでカバーできるんで、大事なのはこのアウトプットしてるっていう、ここがすごい重要なんです。で、これは自分でできるんですよ。で、例えば私の場合だったら、その留学したの、去年からなんですけど、去年、まあ、こっちに来る前から英語を話せました。で、話せた理由っていうのは、外国人といつも一緒にいたからではなくて、普段から英語で独り言を言っていたから、もう英語を喋ることに抵抗感をなく、そして慣れていて、自分の好きなエクスプレッションもできていて、もう、全部頭の中でその英語という言語が自分の第二言語としてイスタブリッシュされてたっていう背景があります。なので3つ大事なことを話したんですけど、ボキャブラリーは絶対大事で、10,000 は at least です。なんか変ルーオシバみたいになってるんですけど、その at least 10,000 you have to remember, okay, in order to properly speak English, and additionally you need to learn grammar andSimultaneously, you have to output those like pieces of knowledge throughout speaking to yourself, okay? Not to somebody who is from a foreign country. If there are many people around you who are from foreign countries, and that would be a great opportunity. But
even if you don't have such a thing, definitely you can have a chance to improve your English. なのでこの3つをやれば基本的に英語はできるようになって、エグザミネーションっていうのは、まあ、大抵、まあ、good score、まあ、decent score っていうべきかなは取れます。 OK ですか。で、じゃあ今日最後話したいことなんですけど、私はこうピュージャパニーズとして、つまり、まあ、海外育ったとかいうバックグラウンドを持たないで英語を話せるようになりました。そこで今 IELTS、TOEFL、TOEIC とか英検とか、そういったまずこの私が受けたことのあるこの4つのイングリッシュテストで何か今こう困っていることがある、もしくはジェネラルにこうスピーキング、つまり喋りたい、イングリッシュのコミュニケーションスキルっていうのを上げたい、例えばビジネスシチュエーションだったりだとか、そういうところでどうやったら今自分の状況が変わるのか、そして自分は今何かけてるのかっていうことを私が分析してこうアドバイスを与えている、与えるというサービスを今行っています。で、それに関しては下の Detailed Description のところに、まあ、書いてあるので、もしよかったら私に連絡をください。そしたら I'm gonna be your help definitely and I'll try to make sure that you get a good result from any type of examination andyou perform well in the real business kind of situation so you can be successful in your life. So, じゃあ今回は長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。 Thank you for watching this video and see you next time.